CAD は製図をするための道具ですから、製図の知識が必要です。ここでは製図の基礎知識を学習していきます。頭の中に浮かんだ対象物を現実のものとして制作するとき、その対象物を具体的な生産物にするために図面が描かれます。そして図面は設計者の意図を、 確実にかつ容易に伝達するための手段にもなりますその図面を製図規則に従って作成することを製図と言います図面を誰が見ても同じように解釈できるようにするための日本国内の統一的な製図規則として実規格が規定されていますこの実規格は 国際標準化機構 ISO の規格を参考に規格改定されているので実規格に沿って図面を作成すれば日本国内ではもちろん海外でも通用する図面を作成することができます製図に使用する用紙の大きさを見てみましょう用紙サイズは A 列を使い用途や注文により A0 から A4 の範囲内で選択します また、対象物の図が A0 から A4 の標準サイズの大きさに入りきらない場合は、A 列サイズの短編を整数倍した延長サイズ1を使います。または、延長サイズ2の用紙を使用することもできます。用紙の寸法はご覧の通りです。対象物がバランスよく配置できるような用紙のサイズを選択するようにしましょう。 なお、ご覧の表は、サンプルファイルの中に PDF ファイルで用意されています。画面が見づらい場合は、PDF ファイルで参照してください。JIS 規格で決められている図面の構成の中から、基本的なものを説明します。まず、輪郭線を説明します。輪郭線は、作図領域を明確にするための線です。 用紙の縁からの損傷を防ぐ目的もあります。輪郭線は0.5ミリ以上の太さの実線で、用紙の全周に描くことを覚えましょう。図のように、用紙の左端から輪郭線までの幅を A とします。また、用紙の上端から輪郭線までの幅を B とします。同じように、 右端から輪郭線までの幅も B とします。下端から輪郭線までの幅も B としましょう。輪郭の幅 A と B の寸法はご覧の通りです。A0 から A1 までが AB それぞれ最小20ミリ。A2 から A4 までが最小10ミリを確保しましょう。また、 本として閉じる場合は A の寸法だけ最小20ミリを確保しましょう次に表題欄について説明します一般的に図面番号、図名、会社名、作成者、尺度などの記入を行うために表題欄を図面の右下に設けますなお表題欄の長さは 170mm 以下に決められています次に中心マークについて説明します CAD で作成する現在ではあまり意味はなくなってきましたがマイクロフィルムに撮影する場合図面の位置決めに使います図のように輪郭の内側に 5mm までの長さで 0.5mm 以上の太さの実線で書きますこれを 上下左右に4本作成します。次に、図面の尺度について説明します。製図では、製図用紙の中にさまざまな大きさの対象物を実際の大きさより拡大して書いたり縮小して書いたりします。この拡大または縮小する比率を尺度と言います。尺度を表すには、 A コロン B のように比の形で表し A は対象物の大きさそして B は対象物の実際の大きさとなりますまた尺度は縮尺減尺倍尺の3つに分かれます縮尺とは対象物の実際の大きさより縮小して図形を描く時の尺度です減尺は実際の大きさで描く時の尺度 倍尺は、実際の大きさより拡大して書くときの尺度です。JIS では2種類の尺度が企画されていますが、ご覧いただいている表の1の欄の尺度を優先して使用することになります。この表も PDF ファイルが用意されています。次に、線の種類による用途を説明します。 図面を描くための線はさまざまな種類があり、用途によって決まっています。線の種類は原則として、実線、破線、一点差線、二点差線の4種類とします。線は太さの比率によって、細線、太線、極太線の3種類とし、紙に出力する場合の太さの比率は、 1>, 1対2対2 4とします。画面の表にあるように例えば外形線には太い実線寸法線には細い実線隠れ線には破線中心線には細い一点差線破断線には細いジグザグ線ハッチングには 細い実線で規則的に並べたものを使用します様々な用途に合わせて線の種類や太さを変えていきますどの線をどこに使うかを覚えておきましょうご覧の図例で確認してくださいここまでご覧いただいた表や図面のデータはサンプルファイルの中に用意されていますぜひ参照してください